サザナミインコはオウムモクインコかサザナミインコ族のお鳥。南米の山岳地帯に生息している。近年、静かなインコで色のバリエーションが増え注目されているカイドリである。体型はずんぐりしている。南アメリカ、西パナマ、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア山岳地の涼しい森林地帯に生息する。体長は約15センチメートル。 体重は40から6 0グラム程度になる。品種改良によって色変わりが多数存在し、羽毛の色は原色のグリーンのほかダークグリーン、オリーブ、ブルー、コバルト、モーブ、ルチノー、クリームイノーとなっている。とても穏やかな性格で、他のインコと比べても攻撃性が低く、噛むことが少ないとされる。フルーツを好み水遊びが好きな鳥であるとされる。 野生では、群れを作って生活する。水を多く摂取する性質があり、難便である。一旦泣き始めると、その泣き声は、意外と大きいので、静かなインコとされている。分、意外な一面を持ち合わせている。前傾姿勢でいることが多い。足が器用で、飛ぶよりも歩くことを好む個体が多い。動作は、スローで、仕草は、小庭に類似している。 飼育するときはペレットタイプの総合栄養食を与えるのが望ましいがペレットを水に浸して柔らかくしてから食べることを好むので水の管理を厳しくする。夏日などは水がペレットによって汚れ腐りやすくなるためついたに数回取り替えることもある。穏やかで人を噛むことが少ないとされているがその実は 真反対な性格で縄張り意識が強くハードな喧嘩もしばしばある外見からの判定は非常に難しい方法としてはお歯で見分ける方法があるお歯の真ん中の羽に黒色があるかその量によって判断するの場合は多くない場合や少ない場合はの可能性が高い中には該当しない場合もあるノーマルグリーンルチノー 黄色の赤目が特徴、クリーム色、不完全な青色のターコイズがベースなので白色ではなく、クリーム色の赤目。ターコイズ、一般にブルーと呼ばれているがパルブルーで不完全な青色。エス s ルグレーウィング、シングルファクタとダブルファクタがあり、スパングルとも呼ばれているが、日本だけである。メスのダブルファクタは存在しない。ダークファクタ、シングルファクタとダブルファクタがある。 ノーマルの場合、ダーク、オリーブと呼ばれ、ターコイズの場合、コバルト、モーブと呼ばれる。バイオレットファクタ、シングルファクタとダブルファクタがある。寿命10年ほどであるが、中には15年生きる個体もある。個体差や栄養、運動といった、飼育環境など飼い主によるところも大きい。水浴びを好んで行う個体が多い。2000メートルの山の上に住んでいるので、 冬場でも寒さに強いが、暑さには弱い。鳴き声がもぐもぐして気にならないとされるが、噛んだかい警告音を発する。臆病な個体が多いが、鳴らすと手乗りになる。ありがとうございます。